じゃあ今回、このタイトルについて、間が発表させていただきます。今回参考した文献が、少ないんですけど、教科書と、スライドです。今日の内容は、評価方法について、2つお話ししてから、今までざらっと触れてきたアルゴリズムの比較について説明していきます。まず上の評価方法からです。LDA でこう学習してきたものをどうやって評価するかっていうと、パープレキシティとコヒーレンスがあるそうです。で、パープレキシティで、性能を予測の性能を評価して、コヒーレンスでトピックの品質を評価するということになっています。それぞれについて説明していきます。最初まず、パープレキシティというものの概要から、そのままあの意味を訳すと複雑とかっていう意味になるんですけど、それをそのままこうこっちの分野にイメージすると、やっぱりこう分岐の数、選択肢の数っていうものを表しているそうです。例えばこう通販サイトの購入履歴からこうあるユーザーがこれを買ったってなって、次は何を買うのかっていうのを予測するときに、とりあえずこう全部のアイテムからランダムに出していくようなモデルだと、次に買うであろうアイテムっていうのは全部ってなっているので、ここで言うとパーベリキシティは全部のアイテム数で、例えばこれを LDA を使ったときに、選択肢が100だったっていうときは、このパーベリキシティが100になります。パープレキシティはじゃあ多い方がいいのか少ない方がいいのかっていうと、例えばこう、ランダムの場合は全アイテム、例えばアマゾンとかだと日本で2億アイテムとかあるんで、それがこれだけ少ない数になったということで、これだけ絞ることができたと解釈できるので、パープレキシティは低いほど性能がいいっていうふうに一応されてはいます。次に、LDA について、パープレキシティでどのように評価するのかっていうと、学習したモデルが、全部の単語を生成する確率っていうものの、逆数の幾何平均、幾何平均っていうのが、データ全部掛け合わせてその総数 N 個で、N 条項を取ってあげるっていう平均の取り方なので、多分これ確率とかには向いてるんじゃないかなっていうふうに思っています。これ、式ざっと見ると、全部の文章が M 個あって、その各文章の中に、WD、これだけの数の単語があり、その中の1個の単語を予測するっていうものを全部こう掛け合わせているだけなので、結局はこう全文章中の全単語の、生成確率の逆数で、これを、ND っていうのは文章 D の、単語数なんで、それを全部の文章で、相和を取ってあげるというふうな形、それは多分その相和で、N 条項を取ってるというだけなので、幾何平均で、それを、一応パープレキシティというふうに、定義しています。これすごい計算するの大変だと思うんですけど、大体主要な LDA のライブラリにはこれを計算するための関数があるので、そんなに心配はなく、この計算式何をしているのかっていうのを理解していれば大丈夫だと思います。そこで、学習したモデルとか評価するモデルとかってあるんですけど、学習するデータとか評価するデータをどのように分けるのかっていうことを、次から説明していきます。最初の分割方法としては、それぞれの文章を、水色の学習データっていうものと、オレンジ色の接続データっていうふうに分けてあげる方法で、分けてあげて、水色の方で LDA を学習して、オレンジの方で評価をしてあげるっていう風なやり方が一つあります。で、もう一つ分け方があって、学習用の文章とテスト用の文章っていう風にざくっと分けてしまうやり方
でもこう、まあ、そのまま最初から予測するんじゃなくて、まあ、テスト用のやつもこう若干こうその中で学習用の水色とテスト用の、オレンジの部分で、まあ、さらに分けてあげる。で水色の部分で学習して、オレンジで、テストを評価をしてあげるっていうふうな2つのやり方があります。まあ、どちらかというと、まあ、こちらの2番の方が、まあ、よく使われるというか、まあ、汎用的なやり方というふうになっています。ここまでで、一応パープレキシティについて説明したので、次からコヒエレンスについて説明していきます。まあ、最初にこうトピックの品質を評価するって言ってたんですけど、まあ、品質って何なのかっていうと、まあ、LDA でこうトピックごとにこんな単語が、まあ、出てきやすいっていう風に出てくるんですけど、まあ、それが人間にとって解釈しやすいかで、これもちょっと難しいんですけど、まあ、意味の近い単語が集まるようなトピックを、まあ、多く抽出できる手法がいいモデル学習アルゴリズムじゃないかというふうにされています。まあ、ちょっと難しいんですけど、コヒーレンスはまずこうなんか結構研究されてきたもので、まあ、そもそもこう2009年の研究でまずこうコヒーレンスというものが定義されました。もうパープレキシティだけでいいのかということで、まあ、その取り出したトピックの中身をまず人手で評価するような研究があって、まあ、そこから人手じゃなくて、まあ、外部のデータを使って評価してあげようっていう研究があって、まあ、そこから外部データじゃなくて学習データを使って評価できないか、でその次に、まあ外部データ、まあ、こう外部データ2番目の外部データと一緒になっちゃうんですけど、そこから外部データからこう意味空間というものを作成して評価しようっていう研究があり、まあ、最終的にこう2004年に、ここから下が全部こう自動で評価する手法なんですけど、これをこうじゃ結局この3つあるけどどれがいいのかっていうような比較がされています。で結構一番上の論文のタイトルが結構好きで、Reading Tea Leaves A Human's Interpret Topic Models って紅茶占い、人間どうやってトピックモデルを解釈するかっていう風になってて結構好きなので、はい、一応それだけ紹介です。今回これだけあるんですけど、教科書で紹介されているこの2番の、やり方について説明していきます。外部テキストって言ってたんですけど、結局こうどうやって評価するかっていうと、 Wikipedia などの外部テキストから持ってきて、それとのこう自分で抽出したトピックとのこう単語間類似度を平均取ってあげるというやり方にで定義されています。でここで単語間類似度っていうのが、自己相互量、自己相互情報量 PMI を用いるときが一番こう人手で評価したものにこうなんか相関が高かったということらしいので、まあ、Wikipedia の外部テキストを使って、PMI で、用いるというやり方がここで提案されています。結局こう2014年のこう、2から、3つの自動化手法の比較でも結局こう PMI を使ったものが、まあ、いいんじゃないかっていうふうになってたので、おそらく教科書でもこれが取り上げられたんじゃないかなと思っています。でまあ、ここで何をやってるかというと、抽出したトピックの情報、LDA で抽出したトピックの情報を、まあ、別の文書集外部の Wikipedia における実際のこう文書の中でこう評価してあげる、狂気度で評価してあげるっていうふうな手法がコヒーレンス。まあ、これでこうどれだけ意味の近い単語を取れているかっていうトピックの品質っていうものを評価できるんじゃないかと思っています。最後にこう学習アルゴリズムの比較、今まで結構、ギブスサンプリングだとか変分ベースだとかこうザラッと触れてきたんですけど、それがこうどんな特徴があるのかっていうふうにこう比較していきたいと思います。まあ、この土俵に全部こう集約されるんですけど、
GS がギブスサンプリングで CGS が周辺化ギブスサンプリング VB が変分ベース法で CVB0、CVB なんですけどこれが周辺化変分ベース法で0っていうのが、0次テイラー近似周辺化変分ベースの時に学習の途中でこうテイラー展開をしていて普通はなんか2次のテイラー近似でやってたんですけど、なんかこう予測性能は0次のテイラー近似の方が良くて、予測性能以外のこの性能が、2次と0次がどっこいどっこいだったので、今回は2次0次を採用している評価しているそうです。それぞれの行についてざらっと説明していきます。1行目、反復あたりの計算コスト、これ変分ベースだけが×ついてるんですけど、これは、変分ベースの、学習のモデルの中でこうプサイ関数ディガマ関数っていうものがあって、これが、ログの、ガンマの微分、ガンマっていうのがガンマ関数になってて、ガンマの中に x があったらそこは1引いたものの解乗なんで、こうすごい学習量がそれ計算量が多いということで、変分ベースがあまりこう計算コストが低くな、時間かかってしまうということで×がついています。で、周辺化ギブスサンプリングに CGS は、工夫次第でこうもともと早いんですけどいくらでもこう早くできるということで、20丸がついています。あとはだいたい同じぐらいの速さです。で次、2行目、3行目、5行目について、まず学習に必要な反復回数、これは、2行目、3行目、ここの囲った部分全部大体が、ギブスサンプリング、周辺化ギブスサンプリングっていう確率的アルゴリズムと、変分ベース、周辺化変分ベースの、決定的アルゴリズムの違いじゃないかと考えてるんですけど、まず学習に必要な反復回数は、サンプリング系、ギブスサンプリングと周辺化ギブスサンプリングはまずこう、サンプリング始めて十分経った後初期値の影響がなくなったあたりからようやくこうサンプルを使い出すんで、それまでのこう何百回かっていうのが結構無駄になっちゃうんで、そこで回数が多くなってしまう。で、変分ベース系はその問題がないので、少ないというふうになっています。回数でいうとギブスサンプリング周辺化ギブスサンプリングが大体1000回ぐらい、それに対して変分ベースが100回で、周辺化の変分ベースが100回とか、早ければ30回とかで終わるそうです。で、学習の収束判定っていうのが、そもそもこうギブスサンプリングが、近似手法で、そのサンプリングした回数で収束を決めて勝手に決めちゃうので、実際の収束とは何、どちらかというと近似の回が出てくる。で、変分ベース VB は、変分加減の、増加分がこう式値よりも小さくなので、大体 この辺になったら終わるという終了条件を自分に設定して、そこで到達したら終了という形になるので、収束判定は大丈夫だろうと。周辺化変分ベースの方だ と変分加減を計算できないので、提案分布の変化率で判断するなどの手法があるそうです。で、予測分布の、計算コストについては、これも確率的アルゴリズムと決定的アルゴリズムで、差が出ています。次、この3つは、おそらくこう周辺化しているものとしてないものの違いじゃないかと思ってるんですけど、メモリーコストは、やっぱりこう、そうですね、ギブスサンプリングとか、
偏分ベースが、まあ、偏分ベースがどちらかというと一番いいというふうにされています。あとはまあ、周辺化、結構、周辺化していると基本的にこうサンプルを保持しなきゃいけないんですけど、そもそも周辺化偏分ベースだとそのさっき言った定案分布っていうものも持ってなきゃいけないので結構、コストが高くなってしまう、まあ、普通の元々の分布と定案している分布2つ持たなきゃいけないので、で周辺化ギブスサンプリングもサンプルを持つっていうのは変わらないんですけど、まあ、分布ほど大きくはなくて多分こうサンプルだけなのでどちら重いけどコストは高いけどそこまでひどくはないというふうにされています。で、予測性能は、まあ、どちらかというと周辺化した方が、周辺化してないものよりいいというふうなになっていて、学習の並列性も、まあ、逆にこう周辺化していると周辺化することによってこう、まあ、統計量なんかこうトピックの中に何回どの単語が出てきたとかっていう毎回カウントしなきゃいけないものが付きまとっていて、まあ、それがカウントし終わるまで次のトピ、文章に行くのが難しいっていうことから、並列は、まあ、難しいというふうになっていて、他の周辺化していないギブスサンプリングと偏分ベースでは、まあ、できるとなっています。最後に適用可能性について、本当今回 LDA についてザラザラと言ってきたんですけど LDA 以外にも、使うとしたら、その、どれぐらい、適用できるかっていうふうについて、ギブスサンプリングだともともとそのアルゴリズムの中にこう積分が入っていない、ただ取ってくるだけなので、まあ、大体のものに適用できる。でその他3つは結構複雑な積分があるのでそれがまず計算することができないと使うことは難しいそうです。なのでこうどれか1個を使うっていうよりはある変数はギブスサンプリングである変数は偏分ベースであるものはこう点数いてといった形でこう組み合わせて学習させていくということが、実際に使われているそうです。今日はこの2点について説明させていただきました。ありがとうございました。